こんばんは、キャバンビートの町田でございます。久しぶりですね、福岡のアーティストを紹介するコーナーボリューム11。今日はですね、今年1月にポップ歌謡祭っていうのをボル2をやったんですけども、その時にですね、お客様から選んでもらう出演アーティストっていうコーナーがありまして、130弱のですねアーティストの推薦があったんですけども、その中のですね上位10組に選ばれたアーティストがありまして、私その10組のアーティストの動画を見ましてですね、この子なんて歌がうまいんだろう、すごくですね個性もあってチャーミングでですね、すごく歌も良くて期待してるアーティストなんですよ。で今日おいでいただいております、美女子ちゃんですね。どうぞいらっしゃいませ。今日ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。今日はいろいろありましたね。そうですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。みずほちゃん、まず自己紹介してもらいたいんですけども、実はですね、はい、今もう20歳ですね。そうです、20歳です。ちょうど今年のエポップ歌謡祭の時が確か成人式と重なってまして、本当に出演できる選ばれて出演できるかどうか心配してたんですけども、すごく出たいみたいなことだったんですが、残念ながらですね私は実はここだけの話ですけど、みずほちゃん一番いいと自分は思ってたんですよ。嬉しい。でありちゃん選ばれましたけどですね、本当期待するシンガーソングライターなんですけども、まずデビューはもう14歳の時からなんですよね。そうですね、14歳の頃にもともとガールズバンドとして活動をしていて、でそのバンドがちょっと休止になって、で去年の5月からソロのシンガーソングライターとしての活動を始めました。なるほどですね。はい、バンドが簡単に言ってますけど、メジャーデビューしてますからね。タニカペラという女子高生バンドというか、メジャーのデビューも経験してます。やっぱその当時のあれ見ても歌も上手いし、ギターもやっぱりお上手ですもんね。ありがとうございます。ギターは、8歳の頃に父の影響で始めました。はい、小学校2年生から。そうですね。お父さんもやられるんですか？お父さんが、お父さんも高校の時に趣味でギターを始めて、私が家にいる時とか、お父さんが仕事が休みの日とかはずっとお父さんがギターを弾いてる姿を見てきて、で自分もそれに興味を持って始めたのがきっかけです。曲作りはいつぐらいから始めたんですか？曲作りは一番最初は12歳なんですけど、はいはい、福岡出身の家入レオさんにすごく憧れて、はい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 、その家入レオさんがもともと通っていた音楽塾ボイスに少しだけ通ってて、でその時が12歳だったんですけど、はいはい、そこで曲作りっていうのを初めてやりました。家入レオさんに憧れてる方多いですよね。そうですね、やっぱり17歳だったと思うんですよ、家入レオさんっていう人は。なるほど。でもそれがすごい衝撃的でかっこいいと思って。なるほど。曲も自分で作ってるっていうのを知ってたので、すごく憧れて曲を作りましたね、自分で。みずほちゃん、だいたいこれで聞いたんですけど、曲作るので3日に1曲ぐらい作るんでしょ？そうです、そうです。もうなんか本当に暇な時にギターを持って常に携帯のボイスメモをオンにした状態で撮って、で、あ、このコード進行がいいとか、このメロディーがいいの浮かんできたなって思ったら、もうそこに歌詞がふわっと、お、一緒に出てくる感じ。そうですね、感じなので。なるほど、ジョン・レノンみたいなタイプですね。いや、すごい。ジョン・レノンっていうのは曲と歌詞が一緒に降りてくるって。そうなんだ。ポール・マッカートニーはメロディー先、まあ、ちょっとビートルズの話になっちゃうんですけど、曲を作る才能っていうかですね、メロディー、歌もうまいし、すごいなと本当思ってて、実は非常に期待してるアーティストなんですよ。もう元々有名なみずほちゃんなんですけど、今ソロになったということで、ますますそのなんていうか活躍してほしいですし、20歳になったんですから、また違うシンガーソングライターとして1年もですね、すごく期待してます。はい、ありがとうございます。本当楽しみなアーティスト。今日もですね、ぜひみずほちゃんの歌を生で聴いていただきたいと思うんですけども、はい、何を聴かせていただけますか？はい、ずっと私がソロの活動を始めた時から、うん、ずっと毎回歌い続けている未来という曲を、あの曲ですね、はい、めちゃくちゃいい曲です。を皆さんに聴いていただきたいなと思います。はい、ぜひ未来を聴いてください。よろしくお願いします。お願いします。私活動を始めたのが去年の5月なんですけれども、その時からずっと歌い続けている曲が1曲あるので、
この曲はみんなの背中を押せるような応援歌になるといいなと思って作った曲です。みんなで心を一つにして頑張っていきましょうという思いを込めて歌います。それでは聴いてください。未来。また負けるんだろう。小さな世界の中で消えそうな僕の明かり、いつでも空回り。夢見たはずの毎日が悲しみに染まる。何度もバカにされるたび見上げた空にそっと手を伸ばすけど届かないんだ。ああ、描いた未来がどこか遠くへ飛んでかないように、忘れないで一人じゃないことを、僕なりの想いを信じ続ける。ほら見ててよ、もう少したら僕が笑う、その日が来る。どうせまた逃げるんだろう。ふと心の中にいる自分が邪魔をする。もう流されるもんか。強く握った拳で振り払った。今日も泥だらけになって生きる姿の方がかっこいいだろう。立ち向かってゆく。どこか遠くへ飛んでかないように、こぼれそうな涙をこらえて今を生きる誰かのために。ああ、特別なものか。今を変える強さ、thank you.
ありがとうございました。